BTU アニメラボ。うらちゃん、山下です。やったもんかいです。小林ひろゆきです。お願いします。お願いします。はい、ゴッドイーター、ついに第8話まで進みました。やっとやっとやっとっていうのもおかしいし、ここで笑うのもまあまあ変な話なんですが、まあまあいろいろね、紆余曲折ありました。だってようやく8話まで行きました。よかったね。久しぶりのゴッドイーターですね、うん、今回昨夜さん回というか、まあ、タイトルは昨夜さんだけですけど。そうだね、昨夜さんだった。はい、うん、まああれですね、前回もう新型持ちが2人とも戦線離脱してしまうという。そうね。まあでもよく現代復帰できましたけども、うん、2人とも使い物にならないので、うん、休止状態、休隊状態になりましたと、うん、で、昨夜さんとの第1班と第2班が合同で任務に出かけたら、うん、不慮の事故が起きて、うん、でそれをあれですね、次蓮華くんが頑張って指揮して丸く抑えましたという回でしたね、うん、ざっくり言うと、新たな才能が開花する感じですか、うん、まあやっぱ彼サバイバリティ能力が高い、ね、外でずっと生きてきた経験があるから、うんうん、そうね、外の経験はね、うん、他の人よりもあるという、はい、で丸く収まったなと思ったんですけど、そこから怒涛の新展開ですね、うん、壊れた人気の説明とともにと、はい、うん、次蓮華くんもう寿命がない説、うん、君の命はあと数年だっつってましたね、はい、で林道さん、エイジスに忍び込んだらなんかヤバいところ発見してしまったらしい。あれ絶対死ぬじゃん、うん、あれな、絶対ああいうやつ絶対死ぬんだよ。絶対死ぬ、なんか見つけちゃったら口封じ、はい、うん、死なさそうなキャラだけど、でもまあまああと気楽さい話がね、いろいろ、うん、サイコパスも死んだし、うん、あ見つけたら、はいですね、秘密を知ったものは、うん、はい、そしてあれですね、エイジス完成のために最終オペレーション的な、なんだ、まあ要はなんか出てきたね、新しいメーカーみたいな、4箇所のそれぞれのなんか特定の荒髪を寄せ集めるみたいな装置を、配置して、はいはい、同じ荒髪ばっか集めて一問同じにしようという、うん、まあ、要は荒髪同士の連携をさせないみたいなことなんですかね、うん、まあ、要は有利に戦うために、でそれで一問同じにして一気にエイジスを完全に持っていこうという、うん、なかなか 0.1% が進んないのになかなかね面白い、急にね、急に 0.1%、1%、まあ、全然進んでないのに、ね、急に進めようというなかなか面白い作戦が発動されまして、でアリサちゃんがどうにかしてトラウマ乗り越えたいと、何でもしますみたいな、何でもしますっつったね、はい、主人に。あれは忘れさせられるんじゃないだろうか、うん、記憶もあること単純すぎ、どうなんだろうね、でもそんぐらいしないとっていう状態ではあるからね、うん、そして宇津木くんが持っていた謎のコンパス、うん、そうね、はい、反応してたね、桜さんと、反応していた、そして昔の林道さんに似ていると、そう、うん、あれあれですね、これはねちょっと言ってもいいのか分かんないかもしれないですけど、とりあえずちょっと、ね、ネタバレですか、ネタバレですね、ネタバレですか、ネタバレちゃう、あ、じゃあ言わないで言ってもらえますか、でも嘘ピーだからな、あ、そっか、嘘かもしれないのか、うん、すぐ嘘つく、ヤマピーの情報はな不確定だからね、うん、はい、うん、じゃあ言っちゃいましょうか、どうせ兄ちゃんとかで見たやつでしょ、まあそうですね、たかが知れざっくり言うとそうですけど、たかが知れているな、はい、はい、何でしょう、なんか要はあれはね林道さんのものだったらしいですね、うんうん、だからまあそんな感じだよね、だから宇津木君は林道さんの子供か関係者なんじゃないかっていう、ね、ああなるほどね、まあまあ外で何かしら関わりがあったのかというか、そういうことですね、そうだろう、まあそれは僕は分かんないですけど本当のことから、でもあれを見た後に昔の林道に似てるって笑いながら言うってことは関係してるものではあるんでしょうね、うん、そうですね、そんであれですね、過去の話も進みまして、はいはい、でもうついに、うん、地球が壊滅しましたね、普通にさ日本みたいなとこ急に映ったからさ、あれゴッドイーターかなと思っちゃった、焼き鳥屋さんみたいなさ、ね、歓楽街みたいなさ、平和な時代があったということです ね現代に近い、2050年って言ってましたっけ、ね、もう考えられないよね、うん、地底からバカバカって出てきて、あの時からだって20年ぐらいでしょっていうところまで過去の話も進みまして、はい、いよいよクライマックスに突入するのかという、うん、第9話、え、でもそうだよね、他のやつ結構終わっちゃうけど、うん、どうなの、ゴッドイーター、ゴッドイーターはね当初全13話っていう情報だったんですけど、はい、来週で最終回マークがついてるらしいですね、番組表に枠として取れてるのは来週までで、でも内容は第9話です、うん、次がという、え、終わり、え、うん、3話連続放送とかなんか、いやでも番組表的にはそうなってない、うん、だから残ってる 3,4 話を貯めて貯めてDVD ってなるかもしれないですね、そしたら9話で怒涛の展開、その最後の10分でソードマスターヤマトみたいな全部回出しもしたのにまるっとおら、私には両親は殺されたような気がするけど殺されてなかったわ、ああ外は荒廃してると思ったけど平和だったぜで、あれですね、それで締めるのか、あのコンパスは特に意味がなかったぜ、意味がなかったのかい
林道さんの話だけでもう一話くらいできそうですからね。そうね、足んない足んないし、まあ、多分まだまだね話はやんなきゃいけないものいっぱいでしょうから、うん、とりあえず数々の謎をはらみつつ、はい、残りの1話で終わることができるのかゴッドイーター頑張れと。マソップそうですね、マソップって言ったら悪いかもしれないです。あの最悪最悪ですよ本当に。重要キャラが人出てないっていう情報も入ってますし僕に。あ、じゃあそいつを、そ、そいつをマソップって人がいいです。それは嘘だ。あ、それは嘘かな。なんだ、嘘ピー。なんだやめろよ。とりあえず次はちゃんとしたこと話してくれよな。僕から言いたいことは、さくらさんの服の構造なんだよっていうところです。なんかよくわかんない生き方してたね。シュ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 。でもあれすごいよね、見えないんだぜ、うん、そうだね、あんなにないのに布ないのに、うん。っていうところで今回の感想を示させていただいてよろしいですかね。はい、はい、ゴッドイーター第8話の感想でした。9話も楽しみです。チャンネル登録感想お願いします。先輩。